はいどうもう一個、ちょっと今日ね、えー、ニュース見ていきましょうかね。日テレ。日テレと聞いて、あなた、パッと何を思い浮かべますかね。僕の,このチャンネル、この動画で、そうだな、日テレで、まあ、不祥事が多いですよね。まあ、そういうニュースをこの取り上げさせていただいてますけれどもあの、セクシー田中さんの件、覚えてらっしゃいますかね。この原作者さんがね、亡くなられてしまった。 亡くなられたというか、あれはもう僕はあの動画でもよく言ってましたけど、殺人事件だと思ってたんでね。うん、で結局ね、俺、なんだろう、社長と誰だったっけな、なんかほら、制作サイド、この現場のね、あの、なんだっけな、要はこの社長とかがなんかちょっと謝罪じみたことはなんかやってたような気がするんですけども、でも結局、 なんかこの開き直ってやがるんですね、こいつら。なんかあの、社内調査結果みたいなのがなんかまとまって、最近発表されたんですけども、要はこの、えー、と格好としては小学館、ね、この原作者サイドと、えー、要は制作サイド、映像化サイドの日テレの、えー、要はこの全面対決みたいな、いや食い違ってるな、そういうことがあったらしいんですよ。要は小学館側、原作サイドの主張を、 えー、日テレが映像家側があ要は完全否定みたいな、まあ、言ってみれば小学館だってはっきり言って原作者さんを、ね、守るためにやることをやりきってたかというとそうでもないから要は責任のなすり合いをしてる格好なんじゃないかなと思うんですけどね芦、うんまあ、原先生ですよね、うん、あとまあその小学館じゃなくてこの日,テレ日テレは雲仙普賢岳の話も最近ちょっと話題になってます、まあ たんですよねとにかくこの半日クソマスゴミはもう軒並み軒並みですよね、うんまあ、だからこそ半日クソマスゴミなんですけどもいや,やっぱりこいつらは一回もう、ね、片っ端から停破、うん、その方がいいと思いますけどね、うん、やっぱなんか日本人なめすぎだよな責任転嫁もいいとこだよ本当 要はこのなんかね、じゃあ、雲仙普賢岳から、要はこの日テレがね、この多くの犠牲者が出ましたと、まあ、他人事のような記事を書いたんですよ。そしたらそれに対して、要はこのコミノ法ってやつですよね、コミュニティーノートから、えー、多数の犠牲者が出たのはね、お前らクソマスゴミが避難勧告無視して現地入りしたせいだろうっていうツッコミがまず入るんですよ。そしたら日テレがね、あのー、それ削除して、でもう一回同じ内容の、このなんかね、 SNS に上げるんですよね。すごいね。こんなことしても新たに貼られるだけじゃんね。だからもうなめてるんですね、相変わらずね。うん、なんか多くの犠牲者じゃなくて、この犠牲者に変えてみたりとかね。なあ <laughs> ふざけてるよな、こいつらはやっぱりね、うん。で、まあやっぱりメインはこのセクシー田中さんなわけですよ。 え小学科のねこのセクシー田中さん調査報告書っていうのがねえあってそれが公表されたんですけどまあ再発防止を誓いますよとコミュニケーションの問題も指摘されて脚本家にね脚本家という名のねえあれなんっったっけ当時、脚本じゃなくてうんまあいいかな,んかなんかいい言い回しがあったような気がするんだけどな。 そもそもなんか自由にやりたいんだったら、ね、脚本じゃなくて、ね、作家やれよって言われたじゃないですかね。でもオリジナルで勝負できねえから、ね、結局原作がある作品を、ねうん、に手出すわけでしょ。うん、当時からやっぱりその原作者サイド、ね、原作者の意向を、ね、100%反映させるのが本当なんじゃないのって。じゃなかったらもうそういう内容、ね、この作品の名前となんとなくの,この筋書きはお借りしますけれども、ね、 映像化に際しては、ね、もうこっちの都合で好きにいろいろ変えますけどいいですかって、誰かも言ってたよね、うん、もう完全に丸投げして一切感知しないじゃなかったら、もうこっちの指示通りに、ね、もう100%動いてもらう、そのどっちかじゃないと無理みたいなね、うん、まあいいや、ちょっとね、食い違ってんだってさ、そうだよな、反省とか絶対しなそうだもんな、こいつら。 謝罪もなんかもう形だけのねこんなうっせえなみたいなそんなんだったんだろうねだって結局あのプロデューサーとかさねこの脚本家という名のこの原作クラッシャーのやつとか何にも結局脅さなかったんじゃなかったっけねなんかほとぼり冷めるのをか静かに待ってただけだったよねうんね人の命がねえ一,一人人の命が奪われてるんですけどねうん何とも思ってねえんだろうな 本当にテメの保身だよね、うん。自己弁護、自己正当化、言、ね、い訳いとこのテメの保身のみ。なんて言ったらこのテメの財布の中身にしか興味ではもう、あれだよね、半透理と全く一緒だよね、やっぱりな。曲、うん、のやつもそうだし、ねあの、ディレクターだかプロデューサーだか、あとはその脚本家とかさ、うん、みんなそうなんだろうな。気持ち悪い界隈だな。うん、で 結婚、えー、家に要望が伝わっていなかった可能性が高いと。で小学校3日、日、えー、テレで、えー、23年10月クールに同名ドラマ化された漫画、あセクシー田中さんの原作者である漫画、芦原さんが、芦原日奈子さんでしたっけ、が急性した事案について、急性 <laughs>、えー、特別調査委員会による調査報告書を公表したと。 公表された調査報告書は86ページにわたるとあペラッペラのこの3枚とかじゃなくてまだマシだったのかな、えー、調査は関係部署、えー、関係社員から提出されたメールや LINE などの資料の分析及よヒアリングに基づいて行われ日テレ関係者や日テレが委託した脚本家には文書によりヒアリングが行われたとへえんとか優子さんだっけ確か相沢だか相原だかなんかそんな名前だったような気がしたんですけど この,この記事でも、ね、その名前は、ね、明らかにされてないんだよね。うん、だから明らかにこの界隈がなんかもう原作じゃなくてこの、ねあの、脚本サイドっていうかその映像化するサイドのまず言い分ありきでこの語られてるんですよね、やっぱりね。うん、こんなやつらの調査報告なんて何の意味があるんだよって話ですよね。あでもこれ一応小学館側か。 小学館、まあでもなあ、まあいいかとりあえず見るだけ見ようかな。報告書の冒頭で、漫画家の芦、えー、原な子先生がご請求されたことについて、改めて先生の多大な功績に敬意と感謝の、えー、意を表するとと,ともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。また、ご遺族の方にも深く相手の意を表します。とした上で、 さん、調査報告ョは、芦原先生の、えー、作品セクシー田中さんが映像化された後に先生が亡くなられたことを真摯に受け止め、えー、ドラマ制作過程や SNS 投稿に関わる事案をあこの柄を調査検証したものです、えー、調査検証にあたっては作家の皆さんをよりお恥ずかりしい作品を映像化する際作家の皆さんにより安心して臨んでいただき、えー、執筆作画に集中していただけるようにするために弊社は何をすべきか という観点から事実を把握し、改善策を提示することを目的としましたと。一番いいのは、お前たち、反日クソマスコムに一切もう今後関わらないってことだよな。うん、で、報告書では、ドラマ決定までの経緯や、脚本をめぐる日本テレビとの交渉の経緯か、あシャーラさんが繰り返し脚本の修正を求めていた経緯の詳細、脚本家の交番やその後の SNS 投稿の対応などについて、 事実経過をたどった上で考察再発防止策の提言をしていると。で、気メーめぐ焦点の一つとなっていたのは原作になくドラ,マドラマオリジナルの展開が書かれたあることになっていた8から10話について。特別調査委員会としては23年6月10日にメール及び行動での契約が成立したと設定認定されている。同時のメールでは小学館社員から日本テレビ社員へその先のオリジナルドラマオリジナル展開に関して芦原先生の方から 脚本もしくは詳細、えー、プロットの掲載でご提案させていただけませんでしょうかと提示、日本テレビ社員から q、R、あたりからのドラマオリジナル展開に関して、原先生の方から、脚本もしくは詳細プロットの掲載でご提案していただく点も承知しましたと回答があったとされている。一方、脚本家は調査委員会のヒアリングに対し、ドラマオリジナル部分の脚音、氏が書くという条件であれば、脚本は引き受けなかったと回答している。えー、このことから、あ報告書では、 足嵐が脚本を書く場合があるの条件は重要な要素であったので明確にしておく必要があったと言えるかもしれないと指摘していると。また、大奥署は原作サイドの要望を脚本側に伝わっていなかった可能性が高いとしてコミュニケーションの問題も指摘されたと。だって、そもそもそういうつもりがなかった。ねだって、普段からはそういう発言をしてるやからじゃん。この会話の脚本が連中はみんな。ね原作壊して難問みたいな、そういう捉え方のそういう発言当時してましたよね。何人か。 ね、こいつも確かその一人だったと思うんですけど、うんまあやっぱり人の命なんて何とも思ってないんだろうね、うん、てめえさえよきゃいい、ね、で自分が言ってること考えてることやってることこそが絶対正しい、まあ、やっぱり半島流だよなこいつらもね、うん、さあもう半日クソ,クソマスゴミなんてもうまず,まず一番最初のこの掃除の対象、ね、掃除しなきゃいけない界隈の一つですからね、うん まあやっぱりこんなもんじゃないですか。ね、責任取るって発想なんかないだろう、ね。自分が悪いことしたなんていう自覚すらないんだからさ、所詮こんな奴らは。うん、とっとと始末しち,ゃしちゃいたいですよね、こんなふざけたやからね。うん。人一人亡くなってる割には随分だよね。うん、舐めてるとし、舐めてるところじゃないな。もう本当ね、言語道断だし、人外の下道ですよ、まさに。うん。ということで、改めですけど、ご冥福を。 お祈り申し上げます。